第一節、鎌倉時代の始まり。鎌倉幕府の成立。この前説明した院政期までは兵士は絶好調だったよね。兵士にあらずんば人にあらずって。でもおごる平家は久しからずなの。清盛とその一族たちの幸せな時間は長くは続かなかったのです。お約束で言うけど、お兄ちゃんはじゃんじゃん私におごっていいからね。人々が平氏政権に不満を持っているのを見て取って、打倒平氏を広く呼びかけたのは、後白河法皇の子である以仁王。1180年のこと。源氏の人々やれと、以仁王の領事、と覚えて。この呼びかけに応じて、平治の乱に負けて、伊豆に流されていた源頼朝や、木曽谷の源義仲が兵を挙げて、源平の騒乱が始まったの。いわゆる自称寿永の乱だよ。兵士は一旦は都を福原京に移したけど、すぐに京都に戻し、畿内西国を中心に支配を固めると源氏勢力に対抗したの。だけどその最中、平清盛が突然亡くなってしまった上、経済基盤としていた西国に弱和の飢饉が起こってしまったために、兵士は徐々に弱体化していったの。やがて北陸で義仲に敗北した兵士は都落ちを余儀なくされる。勝利した義仲は京の都に入るんだけど、兵糧の不足と規律の乱れから都人からの支持を失ってしまう。義仲にしてみれば戦いに勝ったんだから物品を奪うのは当然のこと。でも民衆からすれば兵士の方がまだマシだよね。後白河法皇からの要請を受けた頼朝は、弟の源範頼と源義経の軍に命じて義仲を討たせ、それに続けて西国に逃げた兵士を追討させたの。そして1185年、長門の壇の浦の戦いで義経軍に敗れた兵士はついに滅亡したのよ。まさに諸行無常。頼朝は弟たちを巧みに使って戦いを進め、勝利を収めたわけ。え？弟だけ戦わせてずるくないかって？そんなことないんだな。頼朝はちゃんと自分のやるべきことをやっていたんだから。何をやっていたかというと、頼朝は兵士滅亡までに幕府を開く準備を着々と進めていたんだよ。相模の鎌倉を根拠地として、関東の高陵と荘園を支配のもとに治めえの。兵士の都落ちの後には後白河法皇に迫って、東海東山領土の東国の支配権を認めさせえの。源頼朝の御家人となった武士団たちには所領を保証していた。超良い周到だね。できるお兄ちゃんだね。でも優しいお兄ちゃんではなかった。兵士が滅亡した後、後白河法皇はなんと頼朝追討を義経に命じたんだよ。それを知った頼朝は京都に軍勢を送って後白河法皇に迫り、逆に義経追討と新たな4つの権利を認めさせたの。4つの権利とは、守護を全国に置く権利、地頭を荘園高陵に置き一旦あたり五升の兵糧米を徴収する権利、在庁官人を支配する権利のこと。これらによって源頼朝の支配権は西国にまで及ぶようになったんだよ。その後頼朝は奥州に逃亡していた義経を討ち、義経をかくまっていたことを理由に奥州藤原氏を滅ぼした。戦に関しては天才的な弟を討った上に奥州まで支配の手を伸ばしたわけ。切れ者の兄っていうのも厄介だね。私はそんな心配しなくていいからラッキーだよー。そして1192年、後白河法皇の死後に、頼朝は征夷大将軍に任命されて、鎌倉幕府が成立。いい国目指す頼朝将軍だね。能天気な頃と頼朝のしたたかさが対比されてるよ。ねえ、ここから1333年の鎌倉幕府滅亡までを鎌倉時代と言うんだよ。
ところが将軍になったものの、頼朝の時代における鎌倉幕府の権力は絶対的なものとは言い難かったんだって。幕府の経済基盤は頼朝が所有した知行国や兵士から募集した平家木管領を含む大量の荘園だったんだけど、朝廷や貴族、大寺社を中心とする荘園領主の力も根強かったんだよね。鎌倉幕府と朝廷の関係は10世紀半ば以降に朝廷から出された法令である神聖によって縛られていて、世の中は朝廷と鎌倉幕府の二元統治状態だから、幕府は守護・地頭を通じて朝廷の支配や荘園の維持を助けたんだよ。